初めは何をやったらいいのか全くわからない状態で、1回に数百万って取れるんですけど、あとずっとゼロだったんです。最高月賞が315万、契約後7ヶ月で累計1147万達成いたしました。はい、皆さんこんにちは。今回は SNS 企業コンサルタントの久美さんが入学7ヶ月目で最高月賞315万円、そして累計で1147万円売り上げを上げられた具体的な秘訣について、インスタ集客のポイントやマーケの具体策についていろいろねお伺いしていきたいと思うので、本日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。では簡単に久美さんのご活動内容を教えていただけますでしょうか。私は SNS マーケを中心とした企業コンサルタントをしております。ではですね、実は久美さん今回が2回目の撮影ということで、1回目の実績のお声もですね、これも一応概要欄に貼っておくので後で見ていただければと思うんですけど、より売上を更新されたということですが、改めてですね、ご入学のきっかけ教えていただけますでしょうか。私実はインスタに参入したのがめちゃくちゃ遅くって、昨年の6月になるんです。初めは何をやったらいいのか全くわからない状態で、初めて見たライブが田野さんのライブだったんです。すごく引き込まれたところがありまして、すぐにライブを見た後にセミナーを申し込んだんですよね。この業界には結構いるので、いろんな塾があることは知っていて、代表の方から講座受けられる塾が大手になればなるほど少ないことは知っていました。でも田野さんのところは先生自身が私たち生徒に対して直接関わってくださるということで、もう立派で決めました。ありがとうございます。代表の僕から直接サポートが受けられるというところが一番決め手というか、はい、お次は入学前と後の変化というところもね、改めて聞いていきたいと思うんですが、入学前の状況というのはどういった感じだったんでしょうか。入学前は私リアルのサロンでエステティシャンもしてましたので、はい、そこでの収入がこれでも少なかったんですけど、10万ぐらいでした。オンライン企業を始めてからはキャンペーンという方法で収入を得ていたんですね。1回に数百万って取れるんですけど、あとずっとゼロだったんです。っていうことは年商が1回取った何百万なんですよね。これありえないと思って、集客ってどうやるの、まずそこにつまずいてしまったんで、 Facebook からインスタに集客媒体を変えようって思ったところから始めました。先生に出会ってマーケティングを教えていただいて、スルスルっといった感じです。具体的にありがとうございます。入学後の売上面的な変化もお伺いしていきたいんですけど、どんな感じで推移していた感じでしょうか。1ヶ月目はまだなかったんですけども、1ヶ月目から7ヶ月7桁を安定しております。すごいですね。この業界一発屋で終わっちゃう人も多い中で、久美さんの場合7ヶ月連続月7桁を、ね、安定されていらっしゃるということで、最高月賞を、ね、先月達成されたということで、最高月賞と累計の売上っていうところも教えていただけますでしょうか。最高月賞が315万、契約後7ヶ月で累計1147万達成いたしました。いやすごいですね。最高月賞300万の大台を超えられたっていうところもそうですし、累計で1147万円というですね、金額を7ヶ月弱で達成されているということで、具体的な秘訣っていうところね、これから詳しく聞いていきたいなと思うんですが、まずはインスタグラム、そして LINE、 そしてセールスっていうですね、3段階で具体的に順番にちょっと聞いていきたいと思うんですが、今こちらに出ているのがクミさんのインスタグラムなんですが、現在フォロワー数が360フォロワーということで、これはまた驚きのポイントなんですが、フォロワー数360人でも月賞で300万円オーバー、そして累計で1000万以上という売り上げをね、しかも7ヶ月間で売り上げ上げてらっしゃるということで、少数フォロワーでも売れているポイントってところを聞いていきたいんですが、アカウントの構築っていうところに関してクミさんが意識しているポイントですね、デザインとか統一感とかあれば教えていただけますでしょうか。デザインとしましては、モデリング先の雑誌があるんですね。その雑誌を読んでいる学生としまして、若いママたちなんです。その人気のある雑誌を真似てます。広告の会社とかですね、マーケティング会社とかではよくやるのが、プロのマーケッターって今ターゲットの人たちが、例えば30代女性だったら、ターゲットの方が読んでいる雑誌の色合いだったりとか、書体のフォントだったりとか、ベースの色合いの雰囲気とか、そういったところをしっかりとモデリングして広告を打つっていうのが大手の広告会社もやってたりすることなんですけど、それを実際個人単位でもね、久美さん取り入れられていらっしゃるということで、ターゲットの人が違和感なく、しかも馴染みやすいようなデザインで構築されていらっしゃると。実はね、久美さんもいろいろデザインはテストされていて、以前はこういう淡いピンクでね、統一感を出されていた時もあったんですけど、ここからよりターゲットをちょっと絞っていったっていう過程で、こういったですね、落ち着いたちょっとボタニカルなような色合いをですね、意識されていらっしゃるということで、しかも久美さんリールとかもね、すごい毎回改善を重ねられていて、しっかりと濃いターゲット層、やみくもにバズらせるのではなく、ターゲットにぐさっと刺さるようなリールを意識して作られていらっしゃるということで、例えば初期のリール撮影において、久美さんが意識しているポイントとかあれば教えていただけますでしょうか。私実は外部にはそんなに回っていないんですね。っていうか、あえて回してないんです。なぜかと言いますと、あなたに言ってるんだよっていうのをめちゃくちゃ狙ってるんです。たった一人のペルソナにしっかりと刺さるような発信を、はい、逆に抽象的な発信をした方が再生回数は回るけど、誰にも刺さらないっていう状態になっちゃうので、再生回数をあえて捨てて、ターゲットに刺さるような発信をしていくことで、濃いお客様を集客していくことにつながっているということですね。特にクミさんのターゲットのお客様ですと、リールに興味がある方とかが多いと思うので、少ない
ない再生数でもリールでお客様にファンになっていただく方法だったりとか、言語化する方法とか、そういった悩みに対して解決策をこういうリールでアップされてたりとか、リールの背景とかもおしゃれなカフェみたいな形の雰囲気で椅子を置かれたりして撮られてると思うんですけど、このあたりはやっぱ意識されてるポイントだったりしますか？はい、めちゃくちゃしております。カバーと同じで配管と同じものを作っております。カバー写真と中身の背景の雰囲気だったりとか、色合いとかテロップの色合いとかも、ね、しっかりと統一されて落ち着いた色合いを使われていらっしゃると。これ編集とかご自身でされてらっしゃる感じですか？そうです、全て私です。キャップカットでね編集をされているということで、あとはインスタライブとかどれぐらいの頻度でされてらっしゃいますか？インスタライブは週1でしております。実はね、海様週1で継続されてますけども、ライブっていうのが実はね売り上げ上げるときにめちゃくちゃ重要でして、ライブをやるのとやらないのだと本当にもう売り上げが2倍ぐらい変わってしまうと言っても過言ではないぐらい、お客様との信頼関係の構築に重要なキーパーツだったりするわけですけども、インスタライブってフォロワー少ないうちって同時接続が増えませんとか、すぐに心折れちゃってやめちゃいますっていう方ってすごい多いと思うんですけど、ライブをここまで継続できた秘訣、ライブで具体的に意識しているポイントとかもね含めてちょっと教えていただきたいんですが。心折れるっていうのはすごくわかります。私も一番最初にやった時ゼロでした。初めて来てくれた時にたった一人でその人に対してめちゃくちゃ語りかけたら、その方フォローしてくださったんですね。フォロワー外の方が来てくださってフォローしてくださったんです。すごく嬉しくって、一人でも来てくれればいいじゃんって、なんか開き直ったんですよね。ちょっとね最初の頃緊張してたんで、そのライブをするのが、逆に見てくれない方が喋りやすいし練習にやるからいいやんっていうか、もう開き直りですよね。アーカイブで見てもらえてもいいしぐらいの感覚でやり続けてたら、1人が3人になり、3人が5人になり、5人が15人になり、増えていきました。基本的にインスタライブの同時接続ってフォロワー数の 1% ぐらいが基準なので、久美さん360フォロワーだったら3人から4人ぐらいが一般的だと思うんですけど、そこからライブを続けていくとそのパーセンテージが上がっていくので、今で言うと大体15人以上の方がやっぱ見てくださるって感じですかね。はい。あとインスタライブの構成とかでなんか意識してるポイントとかってありますか？構成は先生から習ったようなグレップ法。私すごく話が長いので結構脱線するんですね。それが逆に面白いみたいで、意識してるわけではないんですけれど、結構見てくれてる方との個人的な話もそのライブの中でするのが受けたりしてます。あー、なるほどです。本当にもう1対1とコミュニケーションに持ち込めているということだと思うので、うちの学科でも大枠の台本を作ってはあるんですけど、台本の中でも脱線してもいいよっていう、そういう余白を作るっていうのも結構ライブは重要なので、すごい盛り上がって心の距離を縮めていく、専門知識のお役立ち情報を伝えていくっていうところがねベースになりますが、あとはライブをやった方がいいのは分かるけど、テーマとかタイトルが決められなくて困ってるっていう方もいたりするんですけど、久美さんライブのネタとかを考えるときってどういう風にされてますか？今いる生徒さんのお悩みを話したり、はい、ストーリーズですね、アンケートを聞いたりします。久美さんが少数フォロワーでこれだけ大きな売り上げを上げられてる秘訣の一つとして、フォロワーさんからの意見だったり既存のお客様から悩みを吸い上げてそれをライブのテーマにされているからこそ、しっかりとやっぱ見に来てくれるし、迷ったらフォロワーさんに聞くっていうね、まあ、その客観点はすごい重要だったりしますよね。その他に何かインスタグラムで久美さんが意識しているポイントとか、これは絶対やった方がいいぞみたいなポイントってありますか？私がすごく見てもらえてるものがありまして、昔イベンターのお友達がいてずっとついてたんですね、はい、だから企画を打ち出すこととかいうのがすごく好きなんです。ある日いろんな発信者さんを見てて思ったことがあって、この方もっと生活感なくしたらもっと伸びるのにとか、この方も化粧したらもっと素敵に見えるのにとか、男性であっても眉毛整えたらもっとかっこいいじゃんとか思うことがちょくちょくあったんですよ。それで企画好きの私が思いついた、男も女も発信者みんなで垢抜け大作戦っていう企画をストーリーズで始めたんですね、はい、これがめちゃめちゃフォロワーさんに受けてまして 20% ぐらい見ていただけてるんです。素晴らしいですね。ストーリーズランス何の訴求もしてないんですけど DM が来たりします。素晴らしいですね。ターゲットの方も情報発信してる方なので垢抜けたいっていうところでねニーズがマッチしてるので、基本はやっぱフォロワーさんの求めているような企画を打っていくとか、抽象度高く日頃からやっぱアンテナをね常に張られてるからこそ、そういう面白い企画とかもね思いつかれるのかなっていうのは思いますね。次、 LINE の配信で意識してるポイントをお伺いしてもよろしいでしょうか？ LINE で意識しているところは、私はみんなのお友達っていうところを意識して配信しております。事業者っていうより友達に LINE 送るようなフランクな感じで送っているって感じですかね、文面とかも。そうです。うちの学科とかでもお伝えしてるやり方の一種で、長文とかスマッシュとか硬い文章で送られるよりも、今何してるとか、今晩空いてる、ライブやるよみたいな、それぐらい砕けた方がお客さんも反応してくれたりとかするし、開いてくれるんですよね。そうなんです。寒いね、やつ引いてないとかから始まったりして、スタンプくださいとも言ってないんですよ。だけどスタンプくれたり、なんかありますリアクションが。お客様のパーソナルスペースに入っていくために逆にあえてそういう砕けた発信のスタンスでいくっていうのもコツだったりしますけども、はい、最近は聞いたところによる LINE の配信もすごい重要なんだけども、 LINE の配信をせずともインスタグラムだけで結構ご契約いただけてるとか、問い合わせがいただけてる。はい、ありがたいことに LINE の配信はあんまり実は今してなくて、やったらもっと売り上げ上がると思いますけど、やらなくてもインスタだけでも売り上げ上がってるということ
って今月の方はライブが1人と2人はリール、はい、リールを見てくださって DM から連絡が来てって感じですかね。はい、昔の自分こうだったんだよ、黒レシピをペラペラ喋ったりしてるもんですから、同じような環境の方から僕久美さんについていきたいですとか言われたり、僕でもなれますかとか言われたり、 DM が来てズームしてくださいっていきなり来るんですよ。どうされたんですかって質問してお話ししてみたいですって言うんで、何を見てそう思われてたんですかって聞いたらリールです。やっぱリールなんですね。この動画見てくださってる皆さん、後発組の方がインスタ集客で買っていこうと思ったリール一択ってね、僕結構口酸っぱくずっと言い続けてるんですけど、リールのリーチ力だったり、もしくは大バズりさせなかったとしても、動画が相手に与えるインパクトってものすごい影響力なので、画面越しにいつも久美さんを見ている人にとってはある種の芸能人感というか、画面の向こう側にいる久美さんっていうところで憧れの対象としてファンになっていただきたりすることも大いにあるので、リールとライブはやっぱ掛け合わせてるからこそね、そういった相乗効果が生まれてるのかなっていうのは思いますね。あと久美さん、今日のをあげた理由、私のこと言ったんですかって言われて、全然言ってないんですよその人のことって言われたことがちょくちょくあります。それこそピンポイントにペルソナゾに刺さった配信をねできてるからということだと思うんですけどね。次、オンラインセールスで意識されたポイントあれば教えていただけますでしょうか。久美先生の学科にセールスのテンプレートがあるんですけれども、それにのっとってやっております。今久美さんはセールスセミナーよりは個別相談で販売されていらっしゃるという感じですよね。そうです。個別相談の中でその中で特にやっぱ意識されてるポイントがあれば教えていただけますでしょうか。一番心がけてることは原因をしっかりするっていうことですね。なぜ現状に満足していないのかっていうところから、一体未来はどこなのか、期待ライフスタイルはどんなものなのかっていうことをすごく深掘りして聞いてます。現時点と理想の未来っていうところ、この2つをしっかりと認識できていないと、どういうルートでお悩みを解決できるのかっていう提案がそもそもできないので、この2つがやっぱ一番本質ってとこですよね。本当は見てくださってる皆さんも、ね、セールスされるときはお客様の今の現時点と理想の地点、そのギャップっていうところを意識した上で、そこをどう埋めていくのか、そういう提案をしていくっていうところが、ね、重要であり、そのための具体的な台本だったりとかテンプレートとかね、うちの学科にあったりするわけですけども、その他講座運営とか商品設計で意識しているポイントとかもあれば教えていただけますでしょうか。講座運営は一番最初の時はフルコンだけでやってたんですね。でもみんな進むスピードが違っていて、置いてきぼりちゃんが出てきてしまったので、それがすごく私的に嫌で、フルコンと個別コンサルのハイブリッド制にしました。グループで教えられる部分はグループで教えて、ただ個別じゃないとどうしても見切れない部分ってあると思うので、そこだけちょっとね個別でっていうバランスの取れたサポート体制だと思いますね。全部グループで片付けるのではなくて、グループプラス個別を両方交えた方がよりなんか成果も出やすかったりとかっていうのもありますかね。ありますね、その人に寄り添ったサポート、みんなには必要ないけどこの方にはこれが必要だなっていうサポートができるんで、個別はいいと思います。ハイブリッドっていうのもね、お客様の成果をより出していくためのキーポイントになったりすると思いますか。それと受講生さん同士みんなが集まったグループラインを作ってまして、いいことがあればみんなでおめでとうって喜ぶし、悩みがあれば相談しちゃうし、いろんな情報を得たよ、シェアができたり、私これで失敗したよ、これで成功したよっていうシェアをみんながしてくださるんで、みんな一人でやっているより疑似体験ができて、あの人これで失敗したんなら私それでやるのやめようとか、グループラインを活用してみんなのコミュニケーションが取れるようにしてます。マインド面的なね、そういったコーチング的なサポートとか、そういった環境もねしっかり整えられているということで、そういうグループラインとかすごい盛り上がれるのはいいですよね。最後は改めて入学して良かった点とかがあれば教えていただけますでしょうか。先生のスクールに入って一番良かったのは、ずっと夢だった安定収入、しかも右肩上がりの安定収入がずっと達成しているっていうことが本当に嬉しいです。他には他の先生含め講座生さんたちとのお付き合いがずっと続いている、これってすごい財産だなと思ってます。うちの講座生さんも高い志を持たれながら日々切磋琢磨している方々ばかりなので、月1ズーム交流会っていうのでね、ズームの中での交流会っていうのを、ね、毎月結構やったりしてるんですけども、そこの中でもやっぱ切磋琢磨できるような仲間が見つかったりとか、そして久美さんもね、さらにこれから売り上げを上げてねステップアップされていかれると思うので、もうすごいこれからねご活躍を楽しみにしてるんですけども、最後ですね、この動画を見てくださってる方の中でこれから SNS をより強化していきたいけどもちょっと一歩踏み出せないだったりとか、うちの集客学科に興味あるけどもまたちょっと一歩踏み出せないっていう方に向けてですね、何か最後一言メッセージがあればいただけますでしょうか。一歩踏み出せないってめちゃくちゃわかるんですよ。最初の一歩って怖いじゃないですか。なんか環境が変わることって特に中学から高校ワクワク半分怖さ半分ですよね。でもそこを乗り越えてしまって環境に入ってしまえばなんてことないんですよ。しかもワクワクしか待ってないんで、最初の小さな小さな
一歩だってぜひ乗り越えてみてください。そのちっちゃい一歩がですね、後々の大きな成功に結びつくわけなので、コンフォートゾーンの外側に行くっていう意味でもね、踏み出していただけたら嬉しいなというふうに思います。今回ね、クミさんいろいろお話をお伺いしてきたんですけども、最後概要欄の方でもクミさんのインスタグラムと LINE 公式アカウントも貼っております。でこちらですね、クミさんの LINE の配信やそしてインスタグラムのリールもねすごい上手なんでね、ぜひ両方チェックしていただきたいんですけども、クミさんの LINE 登録いただくとプレゼントがもらえるということで、簡単にこちらのプレゼントのご説明もお願いできますでしょうか。1つ目が2024年最新インスタ運用マスターガイド PDF です。2つ目がセルフブランディングシートの1と2です。3つ目がインスタグラムで使えるストーリーズのギフ集です。これはコピペしてそのまま使えるんでめちゃくちゃ楽です。4つ目が1ヶ月で LINE の友達を30名増やした時に私がやったことという PDF です。5つ目が読みたくなるタイトルまたは NG タイトル集です。6つ目がこれすごいご要望が多くて作ったんですけれども、私のやってる4つの時間術という動画です。7つ目が0から1ヶ月で月収7桁を毎月叶え続ける後発組小フォロワーでも勝てる業界一優しいインスタ攻略ロードマップです。すごい得点もらえるということですので、ぜひ、ね、今すぐ概要欄のか LINE に登録いただいてチェックしてみていただきたい嬉しいなというふうに思います。ということですね、クミさん本日はお時間いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回も動画を最後にご視聴いただき本当にありがとうございました。最後に私から特別なご案内があります。下の概要欄からこちらに出てる私の LINE 公式アカウントに登録いただきますと、僕自身が今まで4年間で累計14億円売り上げてきた SNS マーケの本質をまとめたこちらに出てる豪華11大特典というのをプレゼントさせていただいております。それでは一つずつ詳しく見ていきます。1つ目、毎月2000万売れる SNS× ライブ動画マーケティング徹底解説講義動画。2つ目、月1000万売れる SNS 集客改善徹底解説動画講義。3つ目、文字だけでバズるリールショート動画集客完全講義動画マニュアル。4つ目、問い合わせが爆増する LINE リッチメニューの作り方徹底解説講義マニュアル。5つ目、 SNS マーケで高額商品が爆売れする魔法のテクニック大公開完全講義動画マニュアル。6つ目、月100人集客できるインスタライブ集客完全ロードマップ。7つ目、業界最先端のインスタ集客ノウハウを詰め込んだインスタグラム超集客を電子書籍。そして8つ目、一番優しい LINE でステップメール配信術電子書籍。9つ目、プロが教える5ヶ月でインスタ1万フォロワー増やすインサイト分析完全攻略講義動画。10個目、インスタインサイト分析の自動計算テンプレシート。そして11個目、 LINE× インスタ超集客をプレミアム攻略セミナー。通常参加費1万円のところが無料で参加できるプレミアム参加チケット。これら豪華11大特典を無料でプレゼントさせていただきます。こちらね、11大特典なんですけども、ぜひ概要欄から私の LINE に登録いただいて、こちらに出ている11大特典とですねそのままメッセージを送りいただけましたらプレゼントがね自動で届きますので、ぜひこちらを手に入れて、ぜひ皆さんの売上アップそして集客を加速させるためのヒントとしてね、ご活用いただけたら嬉しいなというふうに思います。それではね、これからも日々有益な情報をどんどんお届けしていきますので、これからの動画もぜひ楽しみにしていただけたらと思います。それではね、今回の動画も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。